皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はババン、ゴールデンウィーク特別企画、短期集中型エレキギター基礎特訓道場、うわなんていう企画をやらせていただこうかなと、思いました。どんな企画かと、簡単にかいつまんでお話をさせていただきますと、まあ今日からね、そのゴールデンウィーク始まるわけじゃないですか。今日ゴールデンウィーク初日で。で、ここから10日間の超大型連休なわけでございますよ。で、僕がこの10日間中、毎日、このギターレッスンチャンネルに夜6時、毎日ギターレッスンビデオを投稿します。皆さんはエレキギターを持っていただいて、もう毎日毎日こう夜6時に集まっていただいて、この動画を見てほしいわけなんですよ。まあもちろん6時に間に合わなくても、録画でも構わないんですが、毎日毎日僕のビデオを見ていただいて、もう一緒に特訓していこうじゃないかと。で、この10日間の特訓を全て経た暁には、断言します。皆さんがギターを持って僕のビデオを見ていただいて、もう一緒にこう特訓して、もりもりギターを練習して、わーってなった暁には、10日間経った暁には、絶対上手くなります。もう断言します。絶対上手くなります。絶対上手くなります。マジで、そのぐらい大事な特訓を今から皆さんと一緒に始めたいと思ってるんですよ。ちょっともうその特訓もちょっとなんかね、ちょっとごめんなさい。時間もったいないからもうね、さっさと始めます。時間もったいない。あのね、もう1日目、このビデオでやっていただきたいのは基礎練習なんですよ。右手の基礎練習。右手の基礎練習をちょっと覚えていただきたいんです。それはどんな練習かというと、一弦連打練習。一弦連打練習という特訓。です。もうちょっと始めましょう。早速。もうちょっと後でいろいろ説明します。一弦連打練習、説明しましょう。一弦を連打します。以上。こんな速くしなくてもいいです。できる限りの速度でいいです。できる限り。皆さんができる限りの速度で構いません。ダウンピッキング、アップピッキング、ダウンピッキング、アップピッキング。こんな感じでダウンとアップを必ず交互にして、皆さんができる限りの速さで繰り返してください。これが、そのちょっとうまくいかなくて、こんな感じですごいめちゃめちゃこうぎこちなくゆっくりでも構いません。早くできる人はもうバーっと早くしても構いません。皆さんができる限りの速さで、続けてみてください。僕の話をもう聞きながら続けてください。もうこれ本当もうながら練習です。もう僕がこう、喋ってる時でも続けてほしいんです。もう今こうしてる、今段階でもちょっと続けてほしい。もう僕がこの話してる時とか、なんかしてる時とか、もうながらですよ。常にながら。でも一弦連打をひたすらこう、続けながら、ちょっとこの動画を見ていただきたい。ちょっと続けてください。一弦連打続けてください。この一弦連打練習、続けてくださいよ。気をつけたいことがいくつかあるんですけども、まず一つ目に気をつけたいのは、力まないということ。肩が上がったりとか腕が上がったりとか指がこうバーッとね、そう強くピックを握ったりとかするわけではなく、できるだけリラックスした状態で弾く。これがまず大前提です。極端に悪くやるとこういうのとか、肩が上がっちゃったりとか腕に力が入っちゃったりとか、なんかグッとこう、ね、手首が固まっちゃったりとかするんではなくて、もう普通にもう超楽に、めちゃ楽にできるだけその最小限の力加減で、最小限の動きで、効率よくひたすら動かし続けると。で、この一弦連打練習、もう今日からですね、もうずっと続けていただきたいんです。で、これね、ながら練習でいいんですよ。ながら練習、何かしながら、例えばそのテレビ見ながら、ゲームしながら、映画を見ながら、誰かと喋りながら、なんか LINE とかでその通話をしながら、もうそんな感じで何かをしながらで構いません。もう今日からもう好きあらば、好きあらば、もうちょ、今でもやってくださいよ。もう好きあらばもう常に一弦連打をし続けたいです。そのぐらい超大事な練習ですし、すげえシンプルな練習です。で、断言します。この一弦連打練習をその日常生活の中でそのどんぐらい取り入れられるかで、今後のその10日間の結果が全然変わってくるんで、もう好きあらば、好きあらばやってください。さっきも言いましたけど、ゲームをしながら、テレビ見ながら、映画見ながら、なんか勉強しながらとかでもいいかもしれません。誰かと喋りながらでもいいかもしれませんし、まあご飯食べながらちょっと行儀が悪いんで、ご飯食べるときはちゃんといただきますをして、ご飯を食べましょう。で、ご飯をね、食べ終わってごちそうさまでしたってしたならば、なんか紅茶とかコーヒーとか飲みながらまた一弦連打練習をスタートするわけですよ。なんか漫画とか読みながらでもいいかもしれないですね。スマートフォンとかでポチ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 とさ。なんかこの歩きながらは無理か。なんだろう。なんかウォーキングマシンとか、なんかライビングマシンとかもしあったらそういうのやりながらでも危ないからダメか。やめましょう。そういうの危ないからやめましょう。まあ安全の確保をした上で何かをしながら、一弦連打練習をするということです。そのぐらいもうこのね、一弦連打練習超大事です。もうぜひ今日からもめちゃめちゃ実践してくださいませ。で、さっきも言ったけども、力まないことが大事です。
で、そのピッキングの仕方、うんたらかんたらは、その細かく言うともうすごいいろいろあるんですけども、ちょっとそれはね、おいおいお話しします。おいおいと。とりあえずこの1日目で覚えていただきたいのは、その、できるだけそのリラックスをして弾くっていうことと、あと、このピックのしなりを感じるってことかな。この2つを覚えていただければ OK です。ピックのしなり。これどういうことかと申しますと、弦があります。ピックがあります。で、この状態でちょっと見てください。一弦連打練習しながら見てください。ピックがこう弦に当たりますよね。ピックが弦に。で、良いピッキングの時は、このピックがこんな感じでちょっとこのしなるというか、ちょっと弦に負けるんですよ。こんな感じで。で、ある程度のところでこのパタンと閉じる。アップの時も同じようにこうピックがある程度のところまでこうね、わーっと負けて、こんな感じでちょっとこうね、曲がって、で、このパタンと閉じる。この角度がいい感じですね。こんな感じ。これ、極端に悪くやると、ピックをギューッと握っちゃって弦を引っ張ります。で、このバチコーン、アップの時も、バチコーン、これ良くない例。いい例としては、毎回毎回このピックがね、この弦に負けて、ちょっと見えますかね。僕のこの白い服の、これいいんじゃない、これいいんじゃない。こんな感じでこのピックがこの負けてる感じ。このしなり感を感じ取れるように、ちょっと弾いてみてくださいませ。ピックがこの暴れてるというか、ちょっとこうバタバタしてるというか、なんていうか、この弦に負けてる感じですね。これが感じられるくらい柔らかくピックを持ってあげると。これが二つ目のコツです。できるだけ体をリラックスさせて、で、ピックのしなりを感じられるようにピッキングして、で、ダウンとアップ必ず交互にやって、ひたすら繰り返して、自分ができる範囲の速さでひたすら繰り返すと。で、それがね、皆さんの速度で構いません。まあ、そういうゆっくりな方もいらっしゃれば、めちゃめちゃ速くできる人もいるでしょう。まあ、これは別にもう、ね、どんな速度でもいいんで、もうご自由にやってみてください。で、それらをひたすらこう続けると。で、ちょっとね、プラスアルファでね、ちょっとやっていただきたいのが、ちょっと連打しながら話してくださいね。これからその10日間、練習を続けるにあたって、結構地味な話が続くんですよ。で、その地味な練習って、やっぱりその続けてるとモチベーションが続かなかったりとかするんで、これ、今日に限らず10日間、もし興味があったらやってみていただきたい練習法なんですが、まあ、平たく言うと録画するってことです。録画する。スマートフォンとかさ、ね、みんな持ってるじゃないですか。こういうのとかを使って、この手元をね、このパッてね、撮るんです。興味があれば、今日からスタートしてみてくださいませ。で、できる限りの速度で、オラオラオラって弾くわけですよ。できれば、そうですね、肩くらいまで、肩、腕、手首とか、このぐらいはちょっとやるといいですね。自撮りカメラを使ったら、こんな感じで映す感じですからね。で、これをいつ使うのかっていうと、その撮った時にその確認するのも別にいいんですけども、一番効力を発揮するのが、この10日間乗り切った後なんですよ。10日後、まあ、この10日間たくさん一元連打練習をするんですけども、10日後、この道場を全て終わった後に、一回ちょっとね、確認すると、もうその時点で、あれ、ちょっと上手くなってるっぽいぞって、もう 100% になるんですよ。マジで。そんな感じで、その上達の、なんだろうな、その実感っていうんですかね、そういったものをその持ちながら練習するっていうのがすごく大事なんで、もし興味があったら、そういった録画とかもしてみてくださいませ。今日に限らず、明日も明後日も、毎日毎日やってみてもいいと思いますし、ちょっとたまに気が向いた時でもいいと思いますし、そんな感じの練習方法も、良いかと思います。そんな感じ。それでは、ちょっと今10分くらい経ったんですけれども、今日の1日目の道場、特訓道場の、まとめとしては、一元連打練習をたくさんしましょうということ。そしてリラックスをして、そしてピックが負ける感覚をしっかりと意識する。で、もし余力があったらスマートフォンとかで録画をしてみてくださいね。この、以上が1日目のまとめでございます。ちょっとね、5分くらい続けてください。ちょっと僕が余計な話をします。余計な話。ちょっと雑談します。雑談しますので、ちょっと僕の話を、一元連打練習しながら、聞いてみてください。まあ、今日からその10日間ね、その特訓道場でそのめちゃめちゃ練習しまくるわけなんですけれども、当たり前ですけれども、なんで練習するのかっていうと、上手くなりたいから、じゃないですか。まあ、僕自身もね、まだまだ上手くなりたいと思ってますし、皆さんも上手くなりたいと思ってるから、今この特訓に付き合ってくださっていると思うんですけれども、どうでしょうか。やっぱ上手くなりたいですよね。上手くなりたいから練習を続けるわけなんですけども。でも、この上手くなるって、ちょっとこの曖昧というか、実際その上手くなるって何なのよって、思うじゃないですか。上手くなる、上手いギタリストってなんだろう、上手いギタリスト、上手いってどんなんだろうかみたいな。
で、ちょっと一つ、こんなことを、意識してみてくださいませ。うまいギタリスト、素晴らしいギタリスト、いいギタリストっていうのは、頭の中にイメージした音の再現力が半端ないんですよ。頭の中でこういう音出してな、こういうプレイしてな、で、それがさ、そのね、アーティストの曲とか、既存の曲とかでもいいんですよ。あの曲があります。この曲のこういうリフがあって、こういうソロがあって、頭の中でこうなってます。で、それをこのバーンってこう再現するのがうまいっていう話なんです。今、なんか一元レーダー練習をしてますけれども、これはその技術っていうかテクニックの一つであって、頭の中にイメージしたものをアウトプットするためのサムシングなわけです。なので、履き違えないでいただきたいんですけれども、これをひたすら続けたからって必ずしもそのね、直接上手くなるってわけじゃないんですよ。まあそしたらなんかこれ特訓道場に悩んで話になってしまうんですけれども、今はそのアウトプットをするための手段、テクニックを学んでるってことを、ぜひ意識してくださいませ。で、この特訓道場、10日間過ぎた後に何をしていただきたいかっていうと、技術、テクニックを学んだ後に、ここのイメージをたくさん膨らましてほしいんです。平たく言うと、まあ、いろんなコピーをするとか、いろんなアーティストの研究をするとか、いろんなビデオを見るとか、いろんな DVD を見るとか、例えばその CD を聴くとかさ、その聞いたことのアーティストの音源を聴くとかでもさ、頭の中にそのない音、例えばその知らない曲とか、かっこいい曲とかさ、世の中に素敵ミュージックがたくさんあるわけなんですけれども、そういったものを知るだけでも上手くなるきっかけになるんですよ。なんでかっていうと、頭の中にエレキギターってこういうものっていうイメージがすごい膨らむから、エレキギターはこういうかっこいいプレイもできる、こういうプレイもできるっていう、そういうイメージとか夢とか、なんかそういったものがすごいバーッと膨らませられると、またこうね、さらにその頭の中の表現力が豊かになって、で、それプラスアルファでこういったテクニック、技術が、アウトプットに結びつくと出たものっていうのはすごい素晴らしいものになるじゃないですか。だからこのイメージする頭とテクニックっていうのはその表裏一体でして、どっちか片方でもダメなんですよ。どっちもバランスよく、やっていって、そのいいギタリストになれねばならないんです。で、この10日間の特訓道場は、普通にこうナチュラルにこのテクニックの方だけにフォーカスしている、特訓になります。なんで、まあもちろんそのね、大事なんですけれども、道場が終わった後の練習もとても大事なので、ちょっとそんな意識を持ってこれから練習していただけると嬉しいなという感じです。ちょっとね、つまんない時も本当に多いと思うんですけど、またもう、今日もこんな地味な話かよ、今日もこんな地味な練習するのかよ、もうやってらんないよ、もう竹田さんもうええ加減にしてくれよってなるかもしれないんですけれども、そこのね、テクニックを今学んでるんだと、意識を持って、ついてきていただけますと幸いでございます。本当に、申し訳ないぐらい、まあもうすでに地味じゃないですか。一芸連打しろって。何してる時も一芸連打しろとか言って、もうすでに、まあ地味極まりねえって感じなんですけど、まあすみません、先に言いますと、10日間こんなのが続きます。でもね、僕がね、その一緒にこうやって動画でこう、一緒に練習をするので、せめてこの動画を見ている間だけは、一緒にこうね、バリバリと練習していただけると、すごく嬉しいなという感じです。本当もう10日間がね、ずっと続けてればね、結構もうメキメキと上手くなるから、すげえ10日間の練習してさ、その10日後にさ、もう皆さんがもう自分自身で、ああ、俺ちょっと上手くなったかもしんねえって思うと思いますし、2019年のゴールデンウィークは竹田さんとめっちゃ練習したなっていう感じでね、その思い出の一つになるぐらい、もりもりと上手くなると思いますので、ぜひともお付き合いいただければという感じでございますよ。はい、そんな感じです。じゃあ1日目に関してはそんな感じで終わりにしましょうか。もしまたね、いろいろとこの細かいところが気になるよという方がいらっしゃいましたら、一元連打練習をしながら1日目のビデオ、巻き戻してみてくださいませ。そして私最後に、滝沢克成、ツイッターのぞやっております。TIKAJAWA、滝沢という名前でツイッターやってるんですけれども、もし今日の道場の感想とかご意見とかありましたら、リプライでどんどん、ツイッターの方にご感想、ご意見をお寄せくださいませ。で、その時にね、記録の一つとして、ちょっと面白いと思うんですけども、皆さんが、こうやって一芸練習をしている姿を、こう撮って、リプライとかしていただくと、すごく嬉しいです。皆さんにとってもね、いい記録になると思いますし、皆さん同士で、あ、この人こういうピッキングしてるのか、こういうピッキングしてるのか、みたいな感じでね、すごい材料というか、その勉強にもなると思いますし。で、僕も、その、時間があるときにね、ちょっと全員とはいかないんですけども、ちょっとできればたくさんの方にお送りしたいんですが、その動画を送っていただければこんな感じで気をつけましょう、こんな感じで気をつけましょうみたいな感じのアドバイスも送らせていただこうと思いますので、よかったらハッシュタグ滝沢道場、もしくは滝沢克成の個人の方にリプライをしてみてくださいませ。ハッシュタグ滝沢道場です。ハッシュタグ滝沢道場、これから10日間もりもり演唱していきますので、ぜひともお付き合いいただければという感じです。それでは1本目の動画はこちらで終わりにいたしましょう。また明日の夜6時に
竹島道場でお待ちしておりますので、エレキギターを持ってバリバリと、練習していきましょうということです。あ、で、ごめん、あと最後に、今回そのエレキギターって言ってるんですけど、アコギでも別にいいです。一応エレキギターの奏法というかそれを対象にしているんですが、まあ平たくさそのピッキングの練習とそのフィンガリングの練習って感じなんで、アコギでも全然有効だと思います。まあ単音弾きとかさ、そのアコギとかあんましないかもしれないんだけども、その単音弾きがめちゃくちゃ上手くなればさ、コードワークとかコードプレイとかね、コードチェンジとかも絶対上手くなるはずじゃないですか。コードだけが上手いとか単音だけが上手いっていうね、そういう人ってなかなかいなくて、単純にその左手の器用さがどれだけ備わってるかって話なんですよ。なんでアコギの人もね、今回の道場バリバリと練習していただければ、ストロークの表情が豊かになったりとか、コードチェンジが速くなったりとかすると思います。なのでもしアコギの方で興味がある方いらっしゃいましたら、アコギでもぜひバリバリと、道場にお使いいただければという感じでございます。それでは話が長くなりましたけれども、そろそろ終わりにしましょうか。また明日の竹島道場でお待ちしております。またさようなら。頑張って練習してね。この動画見終わった後も一元連打練習するんだぜそんな感じでさようなら。また違う動画でお会いしましょう。バハハイ。